じゃあ次、続いてテーマ2。もうやっぱ一個一個ちゃんと説明してくれるし、相手のディフェンスがこう来てるから、オフェンスはこれでやっつけていこうとか、自分自身がこうアジリティ高いから、選手にもできると思って言ってるんだと思う。恩塚さんの頭の中のバスケットの頭って、多分チャンネルがすげえいっぱいあって、切り替えが早い。あ、今こう来たからこうしようとか、オフェンスこれ通用しなかったからこっちに変えようとかっていう、そのなんか、チャンネルの切り替えがめちゃくちゃ早いと思う。でもやっぱ、それだけ、自分でこういろんな勉強したりとか、試合見たりとか、まあ、してるからだし、選手思い、なんか当たり前のことなのかもしれないけど、なんかやっぱ接してると、なんか、ああ、選手のこと好きなんだなってすげえ思う。大会が終わった後なのかな、声かけてもらって、私のビデオを、プレイをね、編集した DVD を作ってもいいって聞いてくれたのね。そんなのさ、別に許可いらないじゃん。作って、だってもら、私はもらえるから嬉しいって思ってんじゃん。だけど、多分、私が嫌じゃないかどうかを確認しに来てくれて、ちゃんとそうやって、なんか、私が嫌な思いをしないように、ちゃんとこう確認を取ってくれる。なんか、そんな紳士的なイメージしかなかった、その時は。あ、もう変わらないな。バスケット大好きだっていうのは、もうずっと変わらない人だなって思うし、こう学んで挑戦していくっていうのは今も変わってないと思う。だからなんか変わってる部分は私はあんまよくわかんないかな。なんかそのままの恩塚さんだから。立場がこう、まあ、上になっていくというか、そうなってっても、基本はなんかそんななんか変わったっていうのはないっていう感じだよね。私の中ではなんかあんまりないかな。私は大学入って1年しか一緒にやってないからわかんないけど、その大学の中でどういう人なのかはわかんないから、そこはもう何も触れることはできないけど、私の中のこうコーチとしての恩塚さんは何も変わらないまま、イケメンの紳士な恩塚さんっていうのは変わんないかな。イケメンなんて言ったら、恩塚さん喜ぶんじゃないですか？は 本人には言わないけどね、恥ずかしいから。大きくは変わらないかなって思う。まあ、大学生と日本代表だからって思ってたけど、医療にいても求めるものは高いから、なんかそれをなんかこう、大学生だから下げるっていう感覚は多分、恩塚さんの中にはない。から、私が選手の大学生だったら、ここ入ってよかったなって思うと思う。レベルが高いから。やっぱやってる練習内容もそうだし、言われてることもそうだし、求められてることも変えない。この人はこうだからとか、そういう偏見もなしに求めてるから、これ大学生の練習なんだっていう感じだった、最初入った時は。日本代表のね、選手たちは、きっとね、新しいスタイルだから、まあ、ずっとね、長く、まあ、内海さんから、まあ、中川さんもそうだけど、内海さん、トムって、あんまり、なんかこう、変わらない。ディフェンスから、もう走ろう、みたいな。だけど、やっぱこう、システム的に、小野さんね、またちょっと、一工夫あるスタイルになってくると思うから、それをね、こう、自分の中に落とし込むのは、ちょっとね、時間は、かかると思うけど、ね、日本代表の選手だから、そういう適応も早くなってくると思うし、ちゃんと理解できれば、そんなに難しいことではないのかなとは思うけどね。まず分かりやすい。もう一番それ。で、結構ね、すごい言葉を大切にしてる人だから、伝え方だったり、言い方もすごい考えてる。選手にこれ言って大丈夫かとか、ちゃんと考えて言葉整理してから伝えてるから、すごい気使ってると思う。やっぱ相手が女性っていうのも多分あると思うけど、なんかそこら辺は、学ぶべきこと、自分がコーチとしてこれから続けていく上では大事なことだなと思ったし、私、プレイヤーの時も、ポジション別でいろいろこう、ね、練習を恩塚さんに見てもらってる時も、やっぱイメージしやすい説明、こうスッと頭に入ってくる説明
だったから、分かりやすいっていうのが、選手にとっては分かりやすいのが一番 楽だから、それはすごいなと思う。私はさ、プレイスタイル的になんか頭で考えてやってた選手じゃないから、なんかもういや、そんなこともないと思うけどいや、ディエンスが来た、こう来たからこうすりゃいいじゃんみたいな感覚でやってた人間だから、世界一のアジリティをって求めるのはすごくよくわかる。だって指導者に言われなくても選手が分かってたら選手で解決すればいい話だし、やってんの選手だからその方が早いし、解決の仕方は。コーチとして外で見てて、あ、こうした方がいいなって思ってても、中でやってるプレイヤーたちが、いや、それはやりにくいっていうことも あるから、絶対。それは自分がプレイヤーの時も感じてた部分だし、だからコートの中で今こうなってるからこうしようよって選手同士で解決できた方がチームにとってはいいと思うし、それが選手の力にもなっていくと思うし、自分でね、考えていろいろこう変化をしていった方が私は楽しいと思うけどね。自分がディエンスが好きになったきっかけも、こっちの方がやりやすいなとか、このスタンスの方が自分は動きやすいんだなとかっていうのを自分で考えて身につけていったから、自分なりのディエンスの仕方だったりっていうのができてくるから、誰にも真似できないディエンスの仕方。そういうのをこう見つけていくのが楽しいと思うから、なんかそこはね、選手たちが、なんか時代なのかもしれないけど、あんまりね、なんかこう泥臭くね、プレーしなくなったりとか、スマートにね、バスケットするようになってきたけど、なんかそこのアジリティの部分は、時代とか関係なく、選手が一番考えて、肌で感じたものを頭で整理して、みんなでコミュニケーション取って、こうしていこうって解決していった方が、勝てるんじゃないかなと思うかな。なるほどね。だからやっぱ、ただ言われてやるっていうよりは、ちゃんと相手があることだから、相手見て、反応して動く。そこの反応してね、動くってあたりが、特に恩塚さんの求めるアジリティのとこって、ただ体を、足を速くするとかじゃなくて、そこのアジリティをね、多分恩塚さんは一番追求したいのかなと思うから、そういうのをやっぱやれるようになれば、楽しくもあるし、バスケットとしてその勝ちにつながっていくっていうのはあるよね。なんかね、1から10まで言われてやるよりは、1から10まで自分で考えてプレイした方が、絶対身につけるものは大きいと思うから、アジリティを求められてる選手たちは、できると思ってる人にしか、オンさんって絶対言わないから、だからそこはなんか、自分はできるって思ってもらえてるんだっていう、そういうね、プラス思考でやっててほしいなとは思うけどね。やっぱ、ネガティブな考えの選手が結構いると思うから、エネオスの時もそう、私はそうだったし、医療に来てもそうなんだけど、なんでそんな自分のことをこう低く見ちゃうんだろうなって。私はさ、なんか結構ポジティブな人だから、ネガティブな人の考えだったり思いは、わからないけど、もちろん、ポジティブな人もネガティブな部分持ってるし、ネガティブな人もネガティブな部分があるから、ポジティブになれる瞬間はあると思うんだけど、なんかやっぱね、バスケットしてても、義務感でやってるよりは、使命感持ってやってた方が、やっぱ、やってる自分も楽しいし、やっぱね、この間2試合見てて思ったのが、やっぱあんだけいい顔して、みんな楽しそうにやってる姿を、見てるこっちが楽しかったし、なんか嬉しかったっていうか、なんかやっぱそういうのは、今まだ小学生とか中学生とか、そういうね、ちょっと若い子たちにとっても、すごいいいメッセージになってるんじゃないかなと思うし、怒られてやるより、褒めたりだとかっていう方が、やっぱ今の子たちは受け入れやすくなってると思うから、私がね、中学校とか高校生の時とは、また全然時代も変わってるし、指導方法も変わってきてると思うから、やっぱそういうね、選手にできるんだっていう思いを与えるっていうのは、そのね、選手のエネルギーを満たして、やる気にさせてるっていう方が、なんかやっぱお互いにとってもいい関係性になれるんじゃないかなとは思います。でも話してみるとすごい面白い人だよ。
冗談も言うし、まあ、ちょっとシャイな部分はあるから、まあ、そこはなんかこんなこと言っていいか分かんないけど、見てて可愛いなって思う瞬間とかもあるし、だけどなんか私もシャイだし緊張しいだから、なんかオンさんのがそういう人だってのも分かるから、なんかこうプレゼンしたりとかしてる姿を見ると、わすっげえなって思う。人前に出て喋るのが苦手な絶対タイプなのに、ああやってなんかね、全国の人にこう伝えるために、自分はやりたくないっていうか、緊張するから嫌だなってことも伝えたい気持ちの方が強いからやるっていう、なんかそれは人見知りとしてすげえなって思う。それはもうリスペクトでしかない。すげえなって思う。すっごい楽しそうに喋ってるときは、自分のこう好きなことを話してるとき、ああ楽しいんだろうなって、好きなんだろうなっていうのがすごい伝わる人。なるほど。じゃあもうなんかこんなこと言うのもなんだけどね、代表監督のキュアなのね。いや、そうだと思う。